君もアンロケターボをメンバーと一緒に見ようじゃないかーい。略して君もアンロケ会。もっと略して会。はい、解散。イエーイ。はい、君もアンロケターボをメンバーと一緒に見ようじゃないかい。会員の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、今夜は会員の皆さんとこの後22時からテレ朝チャンネル1で放送されるアンロケターボを見ながら配信していきたいと思います。ぶっちゃけると、毎回新規介入者が一定数いないと存続の危機が訪れてしまうアンロケを見ながら配信します。ぶっちゃけちゃった。いいですか、ぶっちゃけちゃって。言っちゃいました。ぶっちゃけました。ごめんなさい。はい、ということで今夜のお供は服部優奈と橋本春奈と仰天ゆり奈でお送りいたします。はい、お願いしま す。ということで、さあ、まだテレ朝チャンネルの契約をしていないからこのショールームで見た気になろうというあなた。大丈夫。すごい、呼ばされてるか。ちょっともう一回。はい、さあ、まだテレ朝チャンネルの契約をしてないから頑張れ。変わってない。頑張れ。ショールームで見た気になろうというあなた、うん、今からでも間に合います。お、いきます。スカパーでテレ朝チャンネルに加入すれば、スカパー番組配信でスマホ、パソコン、タブレットでもアンロケを見ることができます。おお、えい。はい、しかも今月末まで見逃し配信で何度でも視聴できるんです。そんな夢のようなスカパーガン番組配信の視聴方法をご説明。、はい、まずはアンロケのホームページの下の方にあるウェブで申し込みをクリックしてください。月額1100円のテレ朝チャンネル1&テレ朝チャンネル2をご契約ください。自宅のテレビについている BCAS カード、 B キャスカード、 B キャスカード、 B キャスカード番号がか、 B キャス、 B キャスカード番号か、何ですか、 A キャス番号、 ACAS 番号が必要です。です。この時にマイスカパー ID を作るのをお忘れなく。忘れなく。マイスカパー ID、うん、そしてここが一番大事。加入した理由のアンケートの加入きっかけ欄にはAKB48 チーム8あんたロケ、あんたロケロケと書いてください。はいはい。はい、はい、最後にスマホアプリやパソコンからマイスカパー ID でスカパー番組配信にログインしてください。うん、はい、もちろんテレビでもお楽しみいただけます。 CS 放送が見られる方はテレ朝チャンネル1に合わせて待機。今契約したよって方は映るまで30分ほどお待ちください。契約には30分かかるって書いてありますが、30分後からでも全然楽しめます。はい、しかも番組配信で何度も何度でも見直す、見返す何度でも見返すことができます。おー、はい、いいね。まだいますのでちゃんと聞いてくださいね。今回からなんとスパッカ、もうやばいじゃん。もうやばいじゃん。やばいやばい。大丈夫。今回からなんとスカパー番組配信では22時ぴったりから同時視聴ちょっと頑張って。22時ぴったりから同時視聴が可能に。もしかしたら少しタイムラグがあると思うけど、まあその辺はご影響で許してください。お願いします。はい、はいはい、ということで皆さん分かりましたか？とっても、もう、はい、周り分かりやすいですよ ね、 ね、ゆっくりで分かりやすかったです。はい、大丈夫かな。まだ登録してない方は今すぐ登録をして私たちと一緒に今夜のアンロケを楽しみましょう。何度も言います。そして何度でも言います、うん、登録の際は加入、うん、理由のアンケートの加入きっかけ欄には、うん、AKB48 チーム8あんたロケ
あんたロケロケと書くのをお忘れなく。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということです。はい、はい、ちなみに今夜のアンロケは私の登場は始まってすぐ10時からです。ピョンズの皆さん今すぐ加入してください。はい、よろしくお願いします。、はい、間に合わなくても見逃し配信で見ることができるのでよろしくお願いします。はい、加入きっかけ欄のところにはぜひハルピョン橋本春菜と書いてください。なるほど、よろしくお願いします。なるほど、わかりました。はい、ということで、はい、ちょっとコメントを見ますかね。そうですね。でもなんか私は結構心配、もうこんなに服部が初っ端から飛ばしてて、あの2時間持つ？これ持つ？この番組始まる前でもう終わりかもしれない。ね、もう燃え尽きてしまって、そうそうそう、始まったら始まってから寝てるかもしれない。服部寝てるかもしれない本当に。やばいよ。怖い怖い。2時間半くらいか。うん。そうですね。なかなかないので。予定も大丈夫かって来てるよ。私今回ですね、一言もあんまり喋らせてもらえないので全然大丈夫です。台本の割り振りおかしいよ。おかしい。私見た時3ことぐらいしかないと思いました。ほぼ私なので、はい、なんで大丈夫です。私は任せてください。私頑張りますからね。でも前回私そのポジションだったから、すごい気が楽今日。そう、めっちゃ喋ったんだね。じゃあ前回すごい喋ったから、今日は気が楽です。すごい悪口書かれてる。服部からからでかいって書かれてる。何なんだよ。ミントだからかな。冬仕様だからかな。違うよ、顔がちっちゃいからだよ。違うよ、体でかいってなんだよ。本当に新手のいじり方だよね。そうだよね。はい、行きます。じゃあ次と行く。はい、はい、さて今夜のあんだけはチームエイトメンバー総出演の原点回帰超濃密120分。お、読み方合ってますこれ。合ってる、はい、合ってる、うん、まさに皆さんのアンロケが帰ってきたと言わんばかりにお届けする。おかえり、ただいま、豪華3問までスペシャル お届けします。はい、ということでお二人とも、うん、はい、ロケはいかがでしたか。私は、はい、アンロケさんでは珍しい、なんか最初ちょっとあんまりこれアンロケさんで放送していいのかなぐらいの緩いレベルのなんか内容で聞いてたから、なるほどね、疑ってたんだ。そう、楽だなって思って行ったら、まさかの寝起きドッキリで、もうアンロケさんって思った。本当にびっくり、騙されました。アンロケの悪いところですね。あるある、急に言ってくる感じね。本当に良くない。本当に。ぎょうちゃんは、私はですね、うん、まあ、今回はあのロケとかではなくてインタビューっていう感じで受けさせてもらったんですけども、うんうん、まあそうですね、あのぶっちゃけあのその現場に向かう方が時間がかかったっていうのでそのインタビューを受ける時間よりも移動時間がインタビュー時間もシュンって感じで秒速だったんですけど、服部はどうでしたか。私はロケ自体がこう、うん、メンバーとロケすること自体がめちゃくちゃ久しぶりだったので、うん、ただただ楽しかったです。いいな。ただただ楽しかったですけど、うん、いや、 やっぱバラエティーって難しいなっていう。1日ロケだったら本当に朝から晩までロケだったから、長い。そう、バラエティーって難しいなって感じるロケでしたね。でもすごい楽しそうな、ね、みんながはしゃいでる姿が見えるってことかな。本当に1日だったから、うんうん、なんかどれかカットされてるのかなとか。あ、確かにそうやな、全部は絶対使われないもんね。気になるから、確かに確かに、ちょっと今日放送見れるの楽しみですね。しかもメンバー一緒に見れるので ね、すごい、ね、本当に、はい、ワクワクだ。ということでそんな今回の見どころポイントを8つにまとめましたのでご紹介しましょう。こちら、じゃじゃん。はい、いきます。じゃあまず一つずつ読み上げますね。うん、その1、初めての予告寝起きドッキリに橋本春菜たち4人が挑戦ということです。はい、どうですか。挑戦させていただきました、川原美咲ちゃんと藤園玲ちゃんと山田京香ちゃん、そして私の4人が初めて予告寝起きドッキリに参加、挑戦させていただいて、もう私も他のメンバーの見てないん。あ、そうなの。まだ、そっかそっか。だからみんなが何したのかすごい気になるから楽しみです。楽しみですね。はい、はい、じゃあその2いきます。はい、その2、坂口渚の寝起きドッキリリベンジの結果はということです。はい、これはこれも、いや私も何も分かんなくて、ただその終わってエンディングを撮ってる時に、
吐血してたの。まさかの血吐いてたの、なぎちゃんは。だから何したんだろうっていう。確かに楽しみすぎる。なぎちゃんが吐血してたので、楽しみですね。楽しみにしててください。はい、じゃあ次いきます。その3、吉川七瀬の地元千葉県で初代アンロケが大復活です。まあこれは本当に加入した時にやってたアンロケスタイルが今戻ってきましたよっていうわけなので、懐かしさが感じられるかなって。そう、あと今回なんかバスガイドさんもいらっしゃいます。もう本当に初代のすごい、それあの懐かしのねバスガイドさんが戻ってきたですよね。じゃあもう最初から昔から見てくださってるファンの方は、あ、そうです、こうだったなと思いながら、きっとこの人が戻ってきたんだなって、ね、見てくれる、はい、楽しみ思います。次、その4、トレ高女清水マリアの底力が炸裂。お炸裂確かにマリアといえばトレ高がすごいって毎回、今回も頑張ってましたから、楽しみ、見たい、楽しみですね。それは、はい、続いてさっさと行きますよ、ね。その後ロケで必ず泣く女、服部優奈の涙は果たして、ということです。はい、本当にアンロケさんにはいつも泣かされておりまして、確かに、いや今回もね、泣かされるのか、泣くのか泣かないのか、ぜひお楽しみに。楽しみだ。はい、続いてその6、絶叫マシーンが苦手な大西桃花がまさかの結末に、ということで、私たちメンバー自身も絶叫マシーン苦手なこと忘れてて、まあ、でもドイツ村ってそんなめちゃくちゃ絶叫っていうものはないので、これはちょっと楽しみにしていてください。はい、確かに絶叫といえば仰天さんですけど、そうですね、結構アンロケでやってますよね。確かに、でも絶叫にね乗ったのは、あ、でも乗ったっていうか、そのあのお化けとか、マシーンとかは、そうですね、だいぶお世話になってます。でももう久しくお世話にはなってないです。私も久しくロケ行ってないので、なんかまた久しぶりに来たらちょっとやらされる、ちょっと期待ですね。いやもうそれじゃない、楽しいロケやりたいわ、ね、かります。はい、次、その7、チーム8の6年目から8年目の秘蔵映像もあります。これはちょっとみんなで映像を見たんですけど、なんかこの年はこんなんだったんだとか、もうこんな経ったんだっていう、ちょっと懐かしい映像もたくさんあるので、エモいね、楽しみ、エモいですね、エモいね。はい、続いて最後、はい、その8、はい、スペシャルインタビューであんだけの思い出が炸裂ということで、はいはい、私もインタビュー受けさせていただいたんですけども、はい、その他に何人かもインタビューを受けてて、はい、振り返った今までのロケをさせてもらったことを振り返ったりとかいろいろしてるのでね、多分人によって多分、あ、こんなとこもあったな、こんなこともしたなっていうのを思い出していただきながら見ていただけたらいいなと思います。はい、全部を通してチームメイトメンバー全メンバー、今回登場するらしいので、皆さんお見逃しなく推しメンぜひ見つけてください。お願いします。はい、お願いします。ということで、この8つ以外にもまだまだ、なんて言うんですかこれ、8つこの8つ以外にもまだまだ見どころ満載でお見送りする、やばいやん、ちょっと仕切り直します。この8つ以外にもまだまだ見どころ満載でお送りするアンロケですが、なんと視聴者プレゼントも大充実、はい、嬉しい。お、番組をご覧いただいた皆様にチーム8のあんたロケロケの DVD をドドッと抽選で8名様にプレゼントします。番組の最後に出てくるキーワードを添えて、どんどん応募してください。お願いします。お願いします。やったね。はい、さらにスカパーにてテレ朝チャンネルへ新規ご加入いただいた方限定のプレゼントキャンペーンもあります。はい、はい、はい、こちらですね。じゃん、専用の応募フォームから申し込んだ方全員に1枚にはあなたのお名前、もう1枚にはお友達の名前が入ったお好きなチームメイトメンバーサイン入りステッカー2組2枚組をプレゼントします。おー、いいですね、すごい。はい、
仲良しのお友達に名前入りステッカーを送るのもよし、すでに加入済みの方は未加入のお友達にあなたのお名前をお願いするもよし、私たちが心を込めてサインいたします、うん、はい、サインします。はい、じゃあ今サインしちゃいましょう。はい、わかりました。これも DVD も8名様分、うん、サインするんですか。すごい、特別に3人、うわ、特別に3人らしいですよ。すごい、でもこれ当たった人超絶ラッキーやん、うん、どこでもいいです、ね、開ける開けない、確かに開けない開けます。このナイロン開けちゃったらもう意味ないもんね。今からサイン書きますぞ。あ、友達いない人はどうすればっていうのはちょっと今からこのコメント欄で友達作ってもらって、確かに、はい、あのハッシュタグとかでね、みんな友達いないの、じゃあその友達いない人は友達に、はい、確かに確かに、友達作っていただいて、じゃあ加入者、わあすごい、いっぱいあるんだ。なんかこんだけ枚数あるとこんだけいろいろやったんだなって思うな。ねね、じゃあサイン書いちゃいます。書いちゃって、どこに書こうかな。ね、懐かしい。こっから DVD は出ないんですかね、先の。ね、確かに。でもロケしてないマリアやばい、本当だ。まあこっちか、懐かしい、すごい懐かしい、はい、え、書いていいの。うん、どこに書こう、ね、どこに書こう、どこに書いていいの、人がいっぱいいるからさ、ね、人に書いちゃうね、もう。そうだね、ちょっと空いてるとことかに書こうかな、うん、裏とかじゃいかんかな。こっちも書いちゃいます。はい、書きました。おー、真ん中に書こうかな。3名様限定らしいです。これ1人ずつってことですか。はい、すごいだ、懐かしい、メンバーもいますね。ねー、よし、来ましたか。新規加入したら、加入者はもちろんステッカーももらえます、うん、加えて友達分も。どういうことだ。加入者はもらえないのかって。ああ、加入者ももらえますよ。加入者ももちろんもらえます、はい、だからコメント欄が。そういうことか、加入者さんと加入者さんとプラスお友達さんと一緒にってことです。2枚で友達作ってください。説明があれですね、ごめんなさい。かけた。確かに友達の人2倍、2倍もらえるやん。もう自分のほうにちいちゃえとか言って、はい、確かに、イエー。他のメンバーのもね、みんなあらかわいい、ぜひゲットしてください。はい、かけたら、うん、次の大事なシーンに、ね、はい、ということで、まあ、仰天、うん、これってどういうことか、結果、まあ、でも最終的にあれやな、まあ、2枚もらえてお得なセットですよみたいな、お得なことですよってことですよね。もうバカ、全然違うでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい、おんかれました。ねえ、春な、うん、春ってさ、うん、出会いと別れの季節だよね。大好きだった友達とお別れしちゃうかもしれない。だけどそんな、それは新たな旅立ちだから、悲しんでいてはダメなんだよね。そしてその旅立ちの先にはまた新しい出会いがある。そこで新しい友達と出会えるかもしれない。大好きだった友達と新しい友達、そんなお友達に私たちができることって何だろう。何か思い出になるプレゼントをしてみたら、例えばそう、その友達の名前が入ったチームエイトのステッカーとか、今ならスカパー
番組配信に加入するとプレゼントがもらえるんだよ。そっか、大好きなお友達に自分の推しの可愛い写真をプレゼントできるんだもんね。でももうすでに加入してるって人はどうしたらいいんだろう。すでに入ってる人はそのお友達にスカパーに入ってもらうっていうのはどうかな。なるほど、そのお友達にチームエイトの魅力に気づいてもらえるし、推しのステッカーも名前入りでもらえるもんね。さあ皆さんもこの季節にぴったりのサイン入りステッカー2枚組手に入れてはいかがですか。よって分かった？分かった？すごい分かりやすい説明だったな。え、てかめっちゃいい時間だったな。分かりやす。え、でどういうこと？まあ、ぶっちゃけると、アンロケは毎回新規加入者が一定数いないと存続の危機が訪れてしまうから、お友達とかも誘って、みんなでスカパー番組配信に加入しちゃってくださいっていうことです。みんなは分かったよね。めちゃめちゃぶっちゃけてる今回。すごい、すごい。これが一番マストな言葉なので、ね、直球ストレートの、はい、存続の危機がありますのでね、私たちにとって本当に大事なので、はい、はい、ということで応募方法はチームメイト公式サイトの Today 3月25日のスケジュールにある番組タイトルをクリックするか、テレ朝チャンネル公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあもうすぐ放送あと8分あと8分もうあともうちょっとだ、早いね。原点回帰、原点回帰を果たした今夜のアンロケは懐かし企画が満載、ということでアンロケの思い出とかありますか。アンロケの思い出ですか、今までのアンロケの思い出ですか、そうですね。でも、もう私はもう本当にあんまりなんかすごい楽しかったなっていう思い出はぶっちゃけないですね。なんかあんまりなかなか出させてもらえなくて、たまにやっとアンロケありがとうございますって思ったらなんか苦手なことをひたすらやらせてくるっていう。よくない。でも出れてるだけいいよ。私ロケ行ってないからね。嘘。本当に一回も。一回も。呼んでください。お願いします。ダメですよ。本当に。やばいですね。お願いします。服部は？私も楽しいです。結果楽しいけど、なんかその過程が嫌ですね。結局なんか。私食べ物でめっちゃ釣られるんですよ。おー、いいの。結構、やっぱ今日はお肉が食べれるよ、美味しいご飯が食べれるよってなるんですけど、結局賭けみたいなゲームとかがあって、なんか私が持ってるんですかね、いつも食べれない。あ、でもそういうことか、持ってるんだと思う。そう、それは自分で持ってるなって思う。そんな食べれない人いないと思います。いいな。でも食べ物も食べ物絶叫乗ってもお化け屋敷行っても食べ物くれないけどな。特典ないけどな。食べ物ねだろうか。ねだね。いい番組。いや本当に、いやでもさんもね、あったかいし。そう。なんか本当に私、そうあのアンロケのロケ行って。あの頑張ってる姿を見て、ファンになってくださった方も実際本当にいるくて、それきっかけっていうことがすごく多くて、それも本当にアンロケさんのおかげだなぁと思っております。頑張ってよかったなぁと思ってますし、でもすごくなんか見てて、あのメンバーとかのやっぱ頑張ってる姿、その苦手なものだったりとか、まあその賭けとかに挑戦する姿だったりとか、もう普段だと割とこうね、結構みんなそんな泣き叫んだりとか叫んだりとか、うわーとか、それこそ寝起きだったりとかって見れないものが見られる番組だから、こう普段アイドルしてるでは絶対見られない姿が見られるっていうのはすごくいい番組なんじゃないかなって思いますね。チームエイトだけでこうロケできるのもめちゃくちゃいいから、ね、本当にありがたいことです。はい、はいはい、ということで、まあ、今回もうすぐ放送なんですけど、もう一度見どころを一人ずつなんか見ていきますか。じゃあ仰天、そうですね、今回ですか。私はインタビューなんですけども、そうですね、他のメンバーがなんかどういうものを
インタビューを答えてるのかちょっとわからないんですけど、そうですね、私はもうやっぱり私がアンロケといえばっていう感じでインタビューに答えさせていただいたって感じですね。本当に、はい、楽しみにしてます、はいはい、じゃあ春菜はい、私は予告寝起きドッキリなんですけれども、うんうん、脱走ありミステリーあり吐血あり、なんかエンディングなんかよくわかんないことになってるんですけど、それもぜひ家庭も楽しんでいただいて、うん、ぜひ、私の可愛い寝起きも見てください。ちゃんと宣伝できます素晴らしい、はいはい、私は本当に久しぶりの外ロケ、うん、1日ロケだったので、まあ、取れ高を探しに行くっていう企画だったので、正直どれが取れ高になっていてどれが取れ高じゃないのか私も分かってないので、ちょっとこれ編集の力も借りて、すごく今日はすごい楽しみだなって思います。でも本当にただただ楽しいロケだったので、平和なロケを見てください。お願いします。楽しみだ。はいはいはい、もう一度加入についてお知らせします。お友達の加入ですよね。劇もう一回やる劇もう一回やるから、待って私どうしたらいいってなっちゃうから急に始まってみたいな、これかスカパーテレ朝チャンネルで新規ご加入いただいた方のプレゼントキャンペーンで、専用応募フォームの方から申し込んだ方全員に1枚にはあなたのお名前、うん、もう1枚にはお友達のお名前が入ったお好きなチームメイトメンバーのサイン入りステッカー2枚組をプレゼントします、仲良しのお友達に名前入りステッカーを送るのもよし、すでに加入済みの方は未加入のお友達にあなたのお名前をお願いするのもよし、私たちがサイン書いたので皆さんぜひ、うん、ご応募してください。今からでも全然間に合うので皆さんぜひ加入してください。お願いします。はい、まだ今月末まで、うん、この番組アンロケも見られるということなので、うん、アーカイブさんでぜひお願いします。お願いします。お願いします。加入の理由も AKB48 とかチームエイトとかアンロケとか書いてください。よろしくお願いします。はい、あと2分だそうです。あ、もうちょっとですね。楽しみです。始まる。楽しみ。2時間。2時間。2時間。顔が曇っておりますけど。はい。たくさん喋って。ね、そうだよね。めちゃくちゃ台本の量多いもんね。そう。本当に。たくさん喋っていきますし、うん。もうエンジンブンブンでやってるからね、ずっと服部は。楽しかった。でもすみません、いっぱい噛んでしまって申し訳ない。いやいや、面白かったんで大丈夫です。うん。うん、みんなもね、でもメンバーと一緒にアンロケ見ることとかないからない、めちゃくちゃすごい今日楽しみ、ね、確かに、コメント、うん、何ですか、なんか加入するしかしてください。加入してください、ね、お願いします。ぜひともお願いしますお疲れ様でした。まだ終わってない、まだ終わってない。今からですよ。今からや、これも 前置きですからね。加入してますよね、皆さん。ありがとうございます。加入してます。ぜひお友達とか親戚とかいとことか息子とか親とか全員誘ってくださいそうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは、うん、そのリアルタイム見てるときにハッシュタグアンロケでぜひつぶやいてください。放送中もハッシュタグアンロケって言ってつぶやいてください。お願いします。お願いします。ということです。うん、あ、もうあと超ビットだ。はい、というわけでそろそろアンロケがスタートです、うん、皆さんご自宅のテレビやパソコンでアンロケが見れるようにスタンバイしてください。そしてハッシュタグアンロケでリアルタイムでみんなでつぶやいてください。ではあと10秒前になったらみんなでカウントダウンしましょう、うん、あと20秒、あと20秒です、うん、楽しみ楽しみ、超楽しみ、ね、ヨナちゃん MC 頑張ったって、ね、え、お疲れ、本当に。4、5、4、3、くるくる、2、1、ごめんなさい、スタート。きたー、やったぐったぐたになっちゃったお水飲みます。私はちょっとお水いただきます、うん、はい、そ
そう、な、田中さんが一緒に、あの MC してくださって。おち、なぎちゃん。おちが弱い。これリベンジなってるんやろうか、確かね。でも楽しそう、めっちゃ。楽しかったね。いいな。始まりました。やったー、勝ちまんじょー。いいね。早速、ドッキドッキリかな。来たよ、一発来ました。なすなかさん。多分多分すいません、眠かった。朝早い？そんな早くない。パジャマパーティーね。うん、あ、ここで知るんだ。そう、本当にここで知った。なるほどね。本当に何も知らなくて、話が違うじゃないかと、うん、聞いてない聞いてないってなって。あ、これこれ、私なんか予告ね、起きドッキリって言ったらマリアの画面っていうイメージ。確かに、うん、マリアがやっぱイメージ強いよね、うん。しかもめちゃくちゃ早朝だからさ、この寝起きの予告ドッキリって。うんうんうん、うんうんうん、おお。したくない、やったくないと思ったんだ。本当に。確かに。予告ドッキリ聞いてない聞いてない。みんな初めてなんだ、はい、そうなんだ。そうでした。うん、おかわいい。天使が迷いましたよ。かわいい。すごい前。若い時って、今まだ若いやないかい。まだ若い、まだ若い。自分で言ってる。うん、やばい、そう、すごい。炎上しようとって言ってる。そんな本当にびっくりしたもん。うん、そうそう、はい、おお。わー、ダントツでやっぱマリアが。でもギョーちゃんも入ってる、うん、これすごかった、ね、本当に、ね、びっくりしたもん。まさか外におるって思わんかった。瀬さん、え、やば、引く。32位って本当に。だからめっちゃ不安だった。なぎちゃんと思って。かわいい。かわいい。かわいい。どうしようと思って寝ちゃったの。かわいい。2017年。寝ちゃうよね。朝めっちゃ早いもんね、だって。うん、お。なぎちゃん寝るんだ。ああ、そうなんだね。うん。確かに。先輩いじっとるかな。確かに確かに確かに、頑張る。なるほどね。そうそうそう。でもまださ、準備タイムあるのがいいね。うちらいつも前日とかの夜に急に言われて、うん、明日早朝です。だから何にも基本準備ができないから。でも1日考える時間があるじゃん。そうでもないか。でも買い物行く時間がね。そう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 。結構やばいの。しかも予算もあるんだ。そう。あ、そうなんや。予算あるのすごい、すごくないですか。なんかすごいしっかりしてんね。ね。予算と時間と。ちゃんとちゃんと予算あるの。うん。はい。楽しみ。すごい、外まで。
おはようございます。これもあのドンキで買ってました。スナックさんが、はい、めっちゃ着る。めちゃくちゃ着るじゃん。だってパジャマパーティーって聞いてるから。あ、そっかそっかそっか。お、めいちゃん、めいちゃんからです。どんなんやろね。それも外からかわいい、うん、ラブラブって、どんなんなんだろう。うわ、ドキドキする。でもおー、すごい、めちゃくちゃかわいい。かわいい、すごい。寂しい、ね、一人でパジャマパーティーしてたのかな。風船、なんかしかもお気持ち程度の風船しか見てないって。そうだよね、お風呂場まで。確かに。あ、すごい、チーズ。おー、美味しそう。あ、パーティー用の。悲しい。かわいい。確かに。うん、お、なんだ、何。ダコシショウさん ね、 ね、確かに。どうやって。すごい、お、ついに行きますよ。わー、まさかの。笑ってる笑ってる。まさかの。あ、お、ショールームの視聴者さんが1万人突破しました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。すごい、何このパック。どういうこと。はい、グモニン。皆さんもぜひ一緒にアンロケ見てください。あー、すごい、かわいい、ウィンクしてる。ウィンクしてる、ウィンクしてる、すごい、かわいい。あれ、あ、若干できてない。半目。かわいい。リアクションが、ね、ってなるよね。かわいい。うん、お、羊。メイになっちゃってる。メイになっちゃってる。ラム。合ってない、合ってない。まさかの、まさかの事実。うん、レジに入れてきた。マジでおもろいな、スナカさん。これやばい、これやばい。何点。え、低い、低い。こんな頑張ったのに。確かに確かに、うん、そうだよね、確かに。
難しいねバラエティでもさどうして顔を緑にしたのかがすごい気になる驚かせようとしたのかなしかもそのパックも、うん、もうなすなかさんが来る前からずっとやってたから、うん、カピカピで笑えないって言ってた可愛い可愛いちゃったんだ、うん、カピカピになるんだねあ次京香ちゃんですね京香ちゃんええー、こわっこわっポルターガイストこわっせっかくそうだね守ってくれえっこわっすごっどうやってやったんやろすごい確かにトリックすごいどうやってやったんだろう、うん、何これ何これ何え、うまいねあうまいかわいい剣です剣です自分で作ったのかなえ、うんあ、ピラテ剣の意味やんすごいえうまいね自分で作ってたすごい作れるんですって言ってた、でもめっちゃ犬いるこんなに作ってたんだめっちゃ犬いるあすごいすごいすごいえ待ってお風呂に入ってるお風呂に入ってんのは確かにおどんな感じでなってるんやろえすごいわーいっぱいかわいいかわいいかわいい、うん、あくまーかわいいかわいい、うん、おかわいい笑ってるかわいい顔が隠してる手すごい匂いしそうやけどな、かわいいかわいいそっかそれパジャマパーティーって言われてるからメイクしてんのかみんなそうそうそう、めちゃくちゃいいねがっつりメイクしてる、うんかわいいねかわいいかわいい結構確かに結構大きめだったおー何点だ何点え？え？高い高い結構確かに確かにすごかったなあれはすごかったすごいはいということでここで配信中ですがここでアンケートタイムをやっていきたいと思います、はい、5人の寝起きで一番得点が高かったのは誰か皆さん予想をしてください、はい、1番藤園、2番山田、3番川原、4番橋本、5番坂口ということで皆さんどんどんあれやってください投票してください投票に投票してくださいあ、じゃあ行きますよ投票始めますよどうぞどうぞそういうこと、え、すごいコピーしてるのうんお、ちょんまえらぶあすごいちゃんと宣伝してる告知してる告知してるすごいちょんまえらぶぜひね、皆さんも来てくださいなんだっけなんかこういうやつだよねそう、これちょんまえらぶおー、それなんかいろいろ凝ってるめっちゃ、ねうん、めっちゃ出てくるやんめっちゃ出てくるやんえねすごい書いたの俺中西あこれ中西えすごい
うまい、めっちゃうまい、うまいよね、ミッサー。え、まさかのこれは、まさかの、まさかの、すごい、賢い。男うん、おえ、うまい、上手、すごい、あ、まさかの、わあ、ここに愛はあるんかいいね、すごい、わあ、かわいい、得点最高、かわいい、いや、これはすごい凝ってる、めっちゃ時間かかったやろうな、なになに、お、お、あれ、あれ、あれ、いない、なすなかラブおすごいだよね、ひねってますねすごい、めちゃくちゃひねってるミスターが、うん、うん、あ、ん、あれ、あれ、あれ、あ、ここでもない、え、え、あれ、まさかの、いない、ベッドにいない、どこ行った、ん、私まさかのえぇ、ー、下、下、え、え、ガチ、かわいい、かわいい、かわいい、ガチ、めっちゃ凝ってる、ていうかすごいね、お、今のアンケートの結果、はい、うん、え、待って、え、待って、いた、下にいる、そういう下ね、どうぞ、と、4番誰、4番誰4番誰、4番は誰やだろう、4番は4番あれかな、出る順番かな、私かな、じゃあ4番多分橋本です、ありがとうございます、私が一番点数高いのか、5番なぎちゃん、なぎちゃん、なぎちゃん、うーん、2番きょうかちゃん、きょうかちゃん、うん、3番ミサ、ミサ、1番レイちゃん、レイちゃんね、の順番ですね、投票の前にね終わっちゃったから、結果が出ちゃってるんで、うん、という結果になりました、ミサが脱走だったんだ、ね、結構良さそう、脱走ね、そういうことなんだ、脱走って、めっちゃ高い、めっちゃ高い、あれだな、でも高い、マリアすごいな、マリアすごい、すごい、確かに、うん、難しいね、でもやっぱそういうこともねでも T シャツすごかった、すごいよね、あれは本当に、お、いよいよ春菜ですね、ぜひ私です、んお なんか流れてる、流れてるそう、マネージャーさんのパソコン借りました、さすがに2000円じゃ買えんよな、さすがに2000円じゃね、パソコンは買えなかった、ね、ちょっとそういっぱい置いてるよ、へえ。そう、私が得意としてるドボン、ドボンです、チュートリアルから、チュートリアルからそんなに流す、ここチュートリアルね、ちゃんとちゃんともういいよ、あ裏返された、嘘でしょ、
長かったね、説明がね。おぉ、うん、やってみる。かわいい、かわいい。あちゃあちゃうまい、面白い。確かに、確かに本当だ。江戸時代かな、知らなかったもん。あれあれ、え、しかもちゃんと全身服着てる、すごい。今日着てたやつ。バランスめっちゃ小顔。ちっちゃい、めちゃくちゃ。パジャマパーティーのために持ってきたウサギだったので。あ、ええまさかの、待って、怖い。死んでる。すごい。もうどういうこと。タイミング。確かにめちゃくちゃ狂気がある。調べました。あ、なるほどね。すごいストーリーがちゃんとね、ちゃんとめちゃくちゃすごい。確かに。まさかの。ありがとうございます。でもすごい凝ってるし、めっちゃストーリーだと面白いね。賢いな。しかもちゃんと顔も白くしたの。ね、なんか白いと思った。わざと。そういうこと？死体風に。ちょっと2000万点？高い。みんな高い今日。ミッサーがすごすぎた本当に。ね、確かに確かに。うん。うん。お。まあ確かに優しい。ああ人殺しにしちゃったからね。確かに。ちゃんと生きてます。元気です。来たよ、リベンジ。なぎのリベンジです。かわいい、うん、すごいよね、マイナス720点ってね、うん、本当に嘘でしょ。森塩。ちょっと確かに怖いよな。そうだよね、威嚇つけられるみたいになっちゃってるやん。え、怖い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 。いるの。ええ。あー、びっくりした。怖っ怖っ。開けるな。いや、もう開けたくなっちゃうよ。うん、まさかの開けちゃダメだよ。うん、確かに、うん、流れてきた。なんだろう。何？何？
みんな何高齢なの？ちゃんと演技してる。うん。うん。可愛い。確かに。面白い。みんな凝ってるね。ね、すごい。うん。何点だろう。まさかの更新しちゃったよ。更新しちゃって下がっちゃったよ。なぎちゃんなんだ言われてたの。落ちむずいね。確かに。27位。おお。すごい。はい。じゃあ、先ほどのアンケートの結果で、ミッサーが1位だったんですけど、難しいな。確かに。アンケートの結果で一番多かった人が1位。橋本さん、2位で200万点、2位がなぎちゃん、最下位5位のマイナス730点、はい、3位が京香ちゃん、はい、1500万点の3位、はい、4位がミッサー、1位で7000万点、5位がレイちゃん、4位の30点という結果になりました、はい、ということで、ミッサーが一番、あれだったね、高かったですね。すごい。ミッサー。おーすごい。まさかの結果。待ってるうちに。なるほど。あの予算がね、4000円だったので、ね、予算を守らなきゃいけなかったんですね。予算を。はい。予算、そうなんですよ。みんな全然超えてるんだね。そう。でもこれ理由があって、私も計算してたのちゃんと。うんうん、でも、まあ、1000円ぐらいなら。大丈夫ですって言われたから、まあ、ちょっとならいいかなと思って行ったら、ダメって言われた。あ、ね、結局ちょっと厳しかったのが、ね、楽しそう。来た来た。ということでアンロケが始まりました。久々に、ね、懐かしい、ね、ピンクのつなぎを久々に見た。そうなの、久々に来たらピッチピチだったの、あのつなぎ。しかもめちゃくちゃ汚れてる。あ、やっぱ年代を感じますよね。そういうところ、そう、もう年季が入ってるんです。お、マリア、マリア、お、いいですね。やっぱりマリアですね。七瀬、あらセクシー。あら、はい、おお、おお、バスガイドさん、お、そう、久保さんはなんかアンロケをプライベートで見てくれてる。だって嬉しい、本当に好きなんだってアンロケが。今日もじゃあ見てくださって、めちゃくちゃ楽しい。嬉しい、ありがとうございます。この配信も見てくださってるかな。いや、見てくださってるかな。ありがとうございます。嬉しい。始まるよ。本当に久しぶりだ。そう、はい、あ、
オープニングも初代アンロケと同じような感じで、右下のロゴも初代アンロケと一緒です、うん、ほら、本当だ、チームメイトのあんたロケになってます。ロケロケでも本当だ、タブレもございません、ね、タブレもない、すごい。懐かしいですね。やばい。そう、この2人ですね。あれ。なのか、そう、くのいち、読み方もニンニンネームで呼ばれるので、うん、え、どういうこと、どういうこと、顔がラッコに似てるって言われるの。へ、なんか動物で例えると何ってなるじゃん。確かに確かに、何が似てるんだろうって思った時に一番ラッコが似てて、かわいいじゃんね、ラッコ、かわいいかわいいよ、ずっと回もあるんだよ。そう、でも本当にラッコに似てることに気づいて、ラッコに会いたい。ラッコ、確かにラッコって普段ね、会えない、あんま見ないから、そう、確かに。あ、これちなみに大西とマリアの無茶ぶりにも和賀さん答えてましたけど、カットされてます。カット、カットされてます。カット。すごい。行ったことない。ね、初めて行ったこと、めちゃくちゃ広かったの。綺麗。すごい、すごい、いろんなのがあるんですね、楽しそう。めっちゃ綺麗やん、ね、何やっけ、プラネタリウム、何やっけ、ああいうの、光のイルミネーション、そう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 。え、あ、出た、垂れ本当にこれだけ。すごい、ちゃんと覚えてくださってるんですね。すごい、ちゃんと全部知ってる。すごい、すごい、ね、すごい、私たちより知ってた。マジ、そう、これしか言われてないから。毎回言われてるよね、それなんかすごいってね、だって言われてるから。そんなことないよ。すごい。うわ、懐かしい。私これ、私も出たんだよね。愛媛。そう。そう。これめっちゃ楽しそうだった。楽しそう。めっちゃさ、でもさ、うちらめっちゃ頑張って探したのにさ、こっちのチームさ、超満喫してて。あ、そうなんだ。ってなったんだよね。
懐かしい、なんかこの感じ、なんか編集もなんかそう昔って感じ、ね、感じて、うん、誰用意どう、広いから、ね、広いから、確かに、すごい広いからかなって、うん、うん、楽しそう、ちょっとよく見てください、おお結構無理やりやけど、めちゃくちゃ無理やり、うん、おお、なるほど、うん、うん、え、そんなことある、ここ同じとこしか通れないっていう、もっと取れ高なくなるよ、そうな、2回目だからね、すごい、こっからもうみんなが体を張っていきます、うんうん、うーん本当に初期の、ちゃんと全部知ってる、すごい、あ、かわいい、声もちゃんとね、声もちゃんとすごい、すごい、うん、すごい、考えてる、顔がみんなも真剣やね、めっちゃ今すごい頭フル回転してんのやろな、みんなな、もう久保さんの話聞いてない、絶対入ってないよね、椅子に座れるからね、本当に無茶ぶり、椅子あったら座っちゃうよ、そう、うん、あ、一人ずつなの、しかもそうです、うん、これはでも確かに最初にやるのもあれだけど、後になってきたらきついよね、みんなやってるからハードルがさ上がってくるじゃん、お、まあ一発目ですからね、まあまあ、うん、そっからです、まあ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 映えてる、まあ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 、うん、もう七瀬はそっち側なのね、うん
お、お、何したんだろう。うん、早い。それも。めっちゃ動いてる。もう見たくないこれなの。頑張ってる。あ、いい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 い。いい写真だね。いい写真。うん、映えてる映えてる。うん。めっちゃ避けようとするやん。ね、あ、すごい。上だけ女の。すごい。すごい。頭の回転早くていいもんね、マリア。うん、え、面白かった面白かった。ね、一人パターン。確かに一人パターンもあったんだなと思って。確かに。うん。おお、うんうんうん、あ、手で隠してもらってるっていう。いやでもみんな撮れ高いな。撮れ高あるのかな。すごい。はい、というわけでですね、ここでもう一度アンケートを取りたいと思います。はい、アンロケショールームを見ながらアンロケの放送を見てるという人は1、見てないという人は2番をよろしくお願いします。お願いします。見てるという人は1。そう、見てるという人は1で、見てないっていう人は2で。なるほど、うん、願いします。どうぞ投票開始です。どうだろう。懐かしい。懐かしいよね。懐かしい。わー、え、これだってさ、山梨のとこだよね。裏だよね。阿賀さんが悲しくなっちゃってるの。阿賀さん、いやいやいや。会いたい、和賀さん。面白いですよ。そっちね。そっちそっち。すごい。へえ。へえ。おお。すごい。うん、何？え、待って、めっちゃカットされてる。え、そう。何？めっちゃカットされてる。もっとあったここまで。全然あった。ここまでの下りめっちゃあった。何があったの？なんか可愛い建物みたいなのがあって、うん、そこでなんか無茶振りした。カット？うん。カットですか、これは。カットですね。全カットですか。ということで、ここでね、投票結果出たので発表します。はい、1番が 75% ということで、うん、見てる、あ、お、これを見ながらちゃんとショールームを見てくださってる方もいらっしゃいますし、うん、ちょびっとだけやっぱりね、うん、見てないという方もいらっしゃるということで、すごい皆さん同時進行で見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。うん、今からでも間に合うのでぜひ一緒に見ましょう。はい、お願いします。お願いします。ちゃんとカメラの数も見てるんだね。マリアは見てる。さすが、すごい。こっちのチームはさ、結構さ、ロケだったりいろんなことを経験豊富な2人だよね。おー、すごいすごいすごい。めちゃくちゃ無邪気に遊んでた。楽しそう楽しそう。あ、勝ったんだ。
買っちゃった。ちっちゃい時さ公園とかにあったようなこういうやつ、うん、懐かしい、うん、あのこれで取れ高ですからね、うんうん、お、え、これあった？地元とか見たことある？ある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 よね、うん、すごい。でもやったことないな、そうだね、これ確かに結構むずそうちゃう、うん、ね。ちゃんとカメラ気にしてるからずっとすごい。おお、確かに確かに、そうやっぱね、ご褒美がね、やっぱね、うん、ある方がね、ちょっとマリアのとこ誰もいない。すごいすごいすごい。やっぱでも怖かった、これ。いや怖いやろ、なんか足もね、いけると思ったんだけど、うん、登ってる途中で怖くなっちゃって。そうだよね。待って、誰か止まってんだけど。誰誰誰。ももちゃん、そう、早い。得意そうだよね、でもこういうの。すごい。誰、あれ誰か止まってるよ。あなたですか。そう、高いとこ苦手だったからダメだった。それで確かに、うん、綺麗綺麗。そう、あ、頑張ってる頑張ってる頑張ってる、写真撮るから。すごい、めちゃくちゃ天気もいい。すごい、うんうんうん。シーソー懐かしいよね。しかも可愛いシーソー。ね、可愛いの。確かに2人乗れる？おーおーおお、すごい！2人でもすごい。だって、ちゃんと足も浮いてるから、大丈夫？嘘！すごくない？すごい。何キロなんやろ。確かに。いける？嘘でしょ？え？浮いちゃう。でも、推しなのに。そう、推しなのに。取れ高ですね、これも。すごい。すごいな、うん、本当に広いんだね。めちゃくちゃ広い、ね、ずっと外にいた、しかも。いや、そうなんや。あ、うわ、懐かしい、懐かしい鉄棒。懐かしいな。お、え、すごい。うまいよね。うまい。すごい。できんはいいな。え、できない？できん。怖い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 。頑張ろう。すごい。初めてできたんだって。すごい。初めて？すごい。愛媛でできなかったって。すごい。うん、すごい。すごい。もう。お。やんないとわかんない。そうだよね。やんないとね。
んだ。なんか自分でやってる分にはできてると思ってたからさすごい反ってるけど、ね、でも腰近づけるといいって言うじゃん。そうだそうなんや、からそうそう近づけたんだけどできなかった、うん、すごい。もうできるかな私もね。そう、うん、連続逆上がりめっちゃ得意だった。ずっと回ってた。すごい、ね、うん、でももうできるかわかんない。うん、何？あ、ここもがっつりカットですね。あ、え、ここめっちゃカット？え、ここ結構長かったですよね。30分以上もやってる部分。なんかパターゴルフがあったんですけど、うんうんうん、パターゴルフ全カットです。いや結構取れなくあったと思うんですけどね。うん、いやありすぎて多分厳選したんじゃない、やっぱ。確かに、うん、逆にね。うん。これってさ、ここでやる意味あった？そうなの、ここなんだ。うん、うん、おー、6年目に、うん、やってたの。おー、めっちゃ綺麗だよね、うん、桜と。すごい緑が、うん、いいね。天気もめっちゃいいじゃん。 ね、あ、それっぽくお花見っていう感じなんだ、うん、だからなのか、何にもないそういうことね。桜は咲いてないですけどね枯れ切ってる。お花が時期的にね、うん、うん、懐かしいのね、うん、6年目。お、懐かしい懐かしい、やってた ね、うん、ね、うん、これは山梨か、うん、え、そんな前だっけ。やばいよ、6年目、やば、うん、2019年なんだ。そんな昔だっけ、割と最近の思いがあるわ、ね、あ、そうだ、ね、あった、レイちゃん押さない。このロケめっちゃ良さそうだった。何？美味しそう。かわいい。おー、みんなまだちょっと幼いね。幼いね、みんなと比べると、うん、いいな、めっちゃ満喫してるね。そう、羨ましい。海、ほら、めっちゃ豪華すごい、そりゃ幸せだよ。あ、寝起きドッキリ。そうそう、寝起きドッキリ。あ、そういうこと。あ、ひなこ、ひなこ、なに、痛そう、痛そう、なんか痛そう。あ、痛い、痛い、目を削るんだよ、これ。え、めちゃくちゃ痛いの。泣かされてる。ルンちゃん。あ、愛媛だ。これだ、コンサートの次の日のやつだね。そうだよね、愛媛ツアーの。本当、どこからターンなんだ。蜂をね、めっちゃ探した。
懐かしい。すごい、すごい頑張ってることがわかる。やばやばえ、すごい。あ、そう、リッセンのね、めっちゃすごかった、これ。あ、全国平均が88点。そう、かわいい、泣いてる。あ、うわ、懐かしい。懐かしいね、若いなそうだそうだ、うん、スルメアイドル、うん、なんか噛めば噛むほどなんか味が出るアイドルになりたいって、うん、うまいうまい言ってた。あーあーめっちゃかわいい。楽しそう。でもこういうなんか運動会的なね、うん、昔の AKB 運動会みたいなね。若いからいいのかな。でも今やったら気づかな次の日は動けなくなっちゃうまさかの忘れちゃう。確かにね。そういうこと。急に始まる。かわいい。すごい。こんなのあったやん。こんな真剣に答える。え、待って、真剣に答えてない。あれすごいしんみりした感じ。あれこんな真剣に答えるやつだった。あれ、いや、違う、りんちゃんの見て、え、やばいやばいと思っちゃった。嘘、嘘。2人のが楽しみだ、うん、え、マジ。え、すごい青春みたいな、いい感じに、うん、後ろふざけちゃったかな。うん、かわいい、なぎ。かわいい。かわいい。セリセリ、うん、うん、ネギ。あ、なるほどね。あ、
そう。でもうん、うん、かわいい。うん、うん、あ、幼若い。でもセリはなんかあの浜とさ骨のユニットのイメージあるよね。そうそうそう、やってた。おひいちゃん、ひーちゃん、うん、うん、うん、なんか、待って、それ今の気持ちが、かわいいな、うん、若いな、なんか、ね、みんな食べれないと泣くんだ。うん、次ひーちゃんも結構泣いてるイメージあるかもしれん、うん、ロケ、うん、すごいしっかり。何この感じない最終回みたいな。ね、なんつったけど自分。なんかコメント欄にも結構終わるのとか最終回。ね、本当にそう。ね、お、観覧車。うん。観覧車。どういうこと？そうそう、撮ってる。ああ、うん、確かに確かに。確かに確かに、頂上来た、頂上来たっていう。もう一周9分、そういうもんなんやな、観覧車って。すごくない？すごい。それは嘘でしょ？うん、かわいい。すごいね、やっぱり。すごい。奇跡あるんだね。お、タワーが来たみたい。お、あ、タワー。読めます？タワー、レッドブル KTM チームチャレンジャー8アットマーク富山。ほら。ありがとうございます。なんとか中魂、越中魂、あ、富山越中魂さん、越中魂さん、うん、ありがとうございま す。富山タワーありがとう。ご飯のこと言ってる。あ、置いて撮ってたんだ持って撮ってた？ずっと持ってた。うわ、大変。写真撮ってる。かわいい。楽しそう、なんか。初めての観覧車だから。ね、そうだよ。初めての観覧車だもんね。かわいい。すごい、やっぱ知ってるね。そう、すごい。すごい、本当だ。上上めっちゃ綺麗だった景色で。綺麗。楽しそう。すごいすごい、こうなってんだ。すごい。これ長者、長者って。かわいいマリア。
すごい。ああすごい。いい。なんか若いよね二人。ナナベとマリアなんかねやることが。気まずい。気まずい。気まずい。そう。二人で喋るの本当久しぶりで。でもすごい仲いいイメージ。うん。うん。過去形になってる、ね。過去形なんですよ。うーん、そう、キマゼットでした。ずっと写真撮ってんねマリア。初めての観覧車めっちゃ楽しんでる。めっちゃテンパイ。すごい楽しんでた。すごい。うん。いいですね。いい写真。パンダ。そう、これとか結構最悪。もうめちゃくちゃ無茶ぶりだった。私ちょっとなんか似てる。すごい。すごいねみんな大喜利。すごいみんな。レストラン。まさかの。まさかの。美味しそう。お、分厚い。あ、もしかしてなんかもしかしての。あれ。あー、そう、あんどけにして。めちゃ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 早かった。あなたが言うんですか？そう、取れ高を、取れ高をね。うん。お。うん。
久保さんだけそうないのないんかすごいなんかなどうしたの渡さないぞともう食べたいっていうえ、めっちゃ美味しそうだねご飯ねそうお腹空いちゃったうん、わかるねお腹空いちゃったよねこの時間にお腹空いたうんうん美味しそうおうんそうだけど値段も言うのねそうこれは、うん、確かに。うん、美味しそう。めっちゃあげるやん。ちょ冷めちゃうのね、お前のやつが。確かに。寒いからそうそう。うんうん巻いて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 そう美味しそうはい入ったはい入ったそう後で取るからおいしそうに食べるねおいしい水ねおいしそうわーおいしそう、めっちゃおいしそうハンバーグ結構ガッツリいい値段ねそうちゃんと一番高いの食べてるかわいいかわいいニコニコうわー飯テロだなめっちゃ飯テロおいしそう食べたい
もう何も言わないじゃん。冷たくもないんだ。確かにこんだけ待ったらね、うん、ちゃんと食べれました。ありがとうございます、うん、ご飯美味しそうだった。何持ってんの？お土産も買っていただいたんだけど全部カット、それもカットなんだね。え、ほんと、しかも結構みんな結構みんな1人ずついっぱい買ってるから、ね、がっつり買ってる。そう、ここでドイツ村で買っていただいたウインナーを家で食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、もう食べきっちゃったんだけど。そっか、ドイツだからか。そう、美味しそう。ちょいちょいいるんだね。そう、ちょいちょいいる。どこなん？ん？ああ。ええー、すごい。すごいよね。おお。みんなで挑戦しました。絶対難しそう。ね、バランス感覚ないと、そうなの、ね、できないよね。うん。あ、これはあるんだ。うん。でもそうだよね。まだ、そう、まだ木に近いから。真ん中の方が、うん、真ん中の方がね。あなんかもうプルプルしちゃうの、なんかやばい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 。って思うんだよ。うん。お、頑張れ。ああ。頑張ってる。頑張ってる。頑張ってるよ。頑張ってるよ。あそこぐらいが限界なのか、行くか行かないかなんだよね。お、ももちゃん、なんかじわじわ来ちゃう、こういうの見てる。リープルがメインになっちゃってる。リープルプル。うん。お、いいいいいい。あどっち。早い早い早い。早い、やっぱ早く行くものでもないんだね、これ。まあね。難しそう。
作業してる。そう帰ろうとしてる。雑危ない危ない、うん、おー7年目。あざとい、かわいい、ね、すごい、わあ、ちゃむちゃむ、人数多い、うん、かわいい、もう自分で言ってる、面白い。なーい、やってたね、チャレンジ、ね、あ、やったこれ。そうだ、ドタバタ、うん、取ったな。懐かしい。頑張って。うん。あ、書いた。いっぱい。そうだ、これピンクの服みたいな。うん。うん。つなぎに合わせて。そうだね。あ、すごい。そうだそうだ。なあ、あったねすごいねえ、すごい、ツリー楽しそう。あしたやつ、うん、あ、懐かしい、デラッコイとかやったね、やった、懐かしい、かわいい
ああ、すごい、めっちゃかっこよかった。やった、これも懐かしい。かわいい。もうなるちゃんがずっと体質したがってたやつこれ。そうなんだ、大喜利みたいなやつ、うん、ああ。ミスターって何でもできるんだね。でも書けるしないね、うん、多彩、うん、あ、ファンの方と、あ、懐かしい、ありがとうございました。懐かしい、すごい、めっちゃいい企画だったよね、ね、これ、ね、うん、参加したよって方も多分今いるんだろうな、うん、うん、和賀さんがめっちゃ全力さんがめっちゃ一生懸命なってる、りんちゃんのこと考えながらやってるからね。すごい、うん、うん、めっちゃいい、ね、真面目なコメント。お、ショールームの視聴者が2万人突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。カットとかじゃない、もうお蔵入りなんだ。お蔵入り、うん。知ってますよね。お、ゆいちゃん、大人になったね。ね、うん、めっちゃお腹空いてきた、ごめん、ね、私がお腹鳴らしてる、ごめん、めっちゃお腹空いちゃう、めっちゃお腹空いてきちゃった、うん。すごい、 MC 立ったりしたんだ、ね、楽しそう。でも、すごい、みんなめっちゃさ、まとまっていいこと言ってんね。ね、え、待って、自分大丈夫かな。何言ったっけ。あとは真剣に話してない、ね、まあ、あとはもう BGM と編集の力。そうだよ、そうだよ。あ、来た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 、やばい、うん、もうずっと泣いてる、うん、え、ずっと泣いてる。
めっちゃでもいいこと言ってる。あ、でもなんかさまよってた、よかった。よかったよかった。いる、うん、うちこんなになんか感謝してますみたいな感じのこと言ってないかもしれないやばい、ひなちゃん、何したっけな。前編と後編があったっぽくて。ああ、そうなんだ。後編が放送されてない。でも多分そのおかげで今バッチコアイもね、上手に。そうね。楽しそう、ジェットコースター。この前に、久保さんがあの私たちもプルプルやったじゃないですか、久保さんも乗ってました。乗ったんだで、盛大にこけましたっていうのもカットですね。見たかったの、でもそれめちゃくちゃ面白かったんだけど。あ、待って、これ知ってるかも。知ってる、うん、よくなんか流れてくる。そう、もう一周っていうなんか止まる位置が間違えてみたいな、うん、そうなの、そうそうそう、間違えてなんか行き過ぎちゃってそうそうそう、それでももう戻れないから、もう一周やる。そうなんだなんで二周するんだろうって思った多分ここだったらそう、うん、きっと。うん、あ、久保さんとマリア。そう、マリアなの。え、これってさ、前とさ後ろと真ん中だとどこが一番怖いんだろうね、ジェットコースターって。前か後ろじゃない、かな。なんか前はさ先が見えて怖いし、後ろは見えないからこそ怖いじゃん。確かに。でも後ろが浮くって言わない、体とか。多分そうなんや、あ、でもこうだからか。そうそうそう、怖
しそう。仰天これ乗れそう？いやわからん、もうね怖い、久しく乗ってないから怖い。そっか、でも結構ゆっくり、うん、全然ゆっくりだった、うん、でもそれか強くなってるかもしんない、逆にね、うん、ぜひアンロケさん、いや大丈夫です、いつでもぜひ大丈夫ですです怖いやつ、うん、角に怖がる和田さん楽しんでる顔がすごい その顔が怖いみんな必死に演技してる撮れなんかあったかな、これもう忘れるいろいろあるんだね。そう、めちゃくちゃ本当に広くて、うん、1日楽しめるとこだった。怖いよこれは絶対。楽しそうだよ。結構低いの。うん、7メートル。そう。でも7メートルでしょ。こう落ちるっていうのが無理。それは確かに。うん、あ、足浮いてるのって怖いよね。ね。ビビってる。一人で乗ってる子がいたの。確かに一発目のゴンって落ちるのが怖そう、ね、そう、取れ高気にしてね、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ、じゃんけんで負けて、ももちゃんは、うん、めっちゃ言ってくれてるんだ。どっから歌うの？歌う。頑張れ。七瀬だけ歌ってる。七瀬しか歌ってない。どうした？
泣いてます。あー泣けるじゃんけんで、そう、絶叫苦手なんだって本当に。もうちょっと、お、またいる、またいる、本当だ。おお。やばいやばい。さっきのが、さっき、よしとかが気づいてるかなって、気づいてるかなって見てくれるんだけど、可愛い。見えてんのかなって撮ってるよって、ここにいるよって。あ行かない、うん、行かないの。あ、やばいやばい、怒っちゃった、やばい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 、怒っちゃった怒っちゃった、停止してる、あーやばいやばい結構ガチで走ってる走って疲れちゃった疲れちゃったおえ、もう1年経つんだ、ね、早いよね、やばい、あ8年目も9年目ですからね、自分でセルフでね、うん、8年目ってすごいね、うん、懐かしいな、本当に綺麗だったね、あ髪の毛、髪の毛、髪の毛がすごいボッサボサでも本当に弾き語りすごかったし、ねーねー、うん、めっちゃ良かったよね、ミニコンサート終わった、コンサート終わった後のライブ、あそうだ、なんだっけ、なんか高野菜みたいな感じの、そう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 、うん、楽しかったな、熊本本当に、本当に、おりんちゃんにバレないように、よくある、あるやつだ、ね、あるねすごい頑張ってるすごいりんちゃん、そう、トトトトトト、なあやったね、これえこれ参加した2人、参加した、私差し入れ取ってなくて、参加すらしてない、マジだエリスピンのボサボサでやばかったからさマジでやばかった、あーこれすごかったね、これすごかった、超美味しかったし、めっちゃ美味しかった本当に、いや泣いたな、ね、いやめっちゃうるんときたよ本当に、いいね、マリア、みんな泣いてる、いい涙だね、
しかった、見たな。見たな。本当に変わらずひーちゃんだった。うん、うわ、待って、美味しそう。うわさチャンネル。これ鏡細そうで細そう。めちゃくちゃ細いな。これ大好き。これめっちゃ好き。おお。あ、これがさっきのあれですよね、神奈川のなんかご褒美企画みたいな、そうそうそう、2人が得点取ったんですか、みうちゃんと大西と、な、これうちがプレゼントしたやつだ、あ、かわいい、かわいい、かわいい、京香ちゃん、いい先輩方も登場していただいて、そう、これ白紙で食べれなかったの。またまた、しかも最後の最後。マジ持ってるよなって思う。本当にすごいね。しかもめちゃくちゃ美味しいいちごタルトで、わあ、ニコラブちゃんだ。ニコラブさんも。確かにね、一日やってたらね、みんなね、ちょっとチョコーンってなっちゃったの、いたの。めっちゃ遠くにいるの。ちょっとゴール。本当だ。遠い。ちゃんと音楽つけてくれてる。いい曲が、
ゴール。あいや、帽子の跡がすごい。すごい。すごい。うん、そう、抜けました、めっちゃまとめてる。あ、そうか。そう、あんたロケ。まだロケなんだって。懐かしいよな。あんたロケ。お、あ、最後くらいですかね、もう。なるちゃん。うん。ちゃん、何言ったんだろう、マジで覚えてない。あ、うん、泣いてる。懐かしい。うん。うん。うん。若い。若いね。ヒゲがヒゲつけたやつか。おー、桜バッグにめっちゃいいやん。似てる似てる。確かに初めていっぱいあるよね。
撮れ高女王、うん、すごい、もう謎すごい、なんかよくわかんないロケだね、全部謎バカバカしかったね。おプレゼントの知らせ、これだ、うん、DVD、うん、8名様キーワードもね、皆さんぜひします添えてください。ホームページをご覧ください。待ってます。お、終わった、終わりました。あっという間、あっという間だったね、うん、はい、ということで皆さん2時間お付き合いいただき、うん、ありがとうございました。はい、ね、でもさ、なんかわかんないけどさ、最終回っぽくない？いやね、これなんかやっぱりなんか初期に戻ってとか、うん、みんなのアンロケの思い出聞いてとか、確かに、だから、うん、今日何回もぶっちゃけましたが、うん、アンロケは毎回新規加入者の数によって継続するかどうかが決まるか決まるとかなんとかってことらしいです。噂ですが、噂なんですね、噂ですが、うん、しかし皆さんに新規加入していただくことでアンロケが続く可能性はもちろんあります。ということで大事なことをもう一度ご確認します、はい、頑張れ。スカパー番組配信なら3月31日木曜日まで見逃し配信中、追加料金なしでスマホやパソコン、タブレットなどから何度でもアンロケを楽しめます。はい、そして今回私たちが行ったこっちかショールーム見ながら配信も YouTube のアーカイブに入りますので、うん、ぜひ見逃し配信とこのショールームの YouTube のアーカイブ同時に立ち上げてセットでご覧ください。2倍面白いです。よろしくお願いします。お願いします。はい、さらに視聴者プレゼントも受付中です、うん、お友達にも喜んでもらえて、うん、自分も嬉しい、うん、お名前入りのサイン入りステッカーもぜひゲットしてください。皆さんのご応募お待ちしています。お待ちしてます。はい、そんな最終回かもしれないけど、うん、皆さんの新規加入で続くかもしれない、はい、チームメイトのあんたロキロキさんもお二人はいかがでしたか？いやー、もう本当にすごい、これだって結構みんな初めてのことをたくさんこのアンロケ、ロケターボとか、まあ、それを通して経験させてもらって、うん、でまだ多分経験したことが少ないメンバーもきっといると思うんですよ。あんまりロケに行けてなかったりとか、うん、そういうメンバーもね、ぜひもっと多分ね、いろいろこういうの見て経験したいなと思うんで、ぜひ続いてほしい、はい、うん、思うので、そう、本当にぜひ皆さん、もう加入してる方の親戚とか いとことか二いとことか、はい、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかぜひね誘ってね、うん、のよろしくお願いいたします。はるな、はい、ピョンズの皆さん、私をロケに出したいならぜひお知り合いによろしくお願いします。そうですね、じゃないと出れません、ね、うん、はい、でも本当にもう寝起きドッキリ今回させていただけて、うん、すごいなんかこういう経験をしてきたんだなっていうのが改めて分かったので、私もロケに行きたいなと思いました。 お願いします、はい、お願いします。
じゃあ最後ですね。はい。はい、いや今日も暖かい現場で来てよかったなって思いますよ。しかも今回は司会もできたので、うん、すごくいい経験させていただきましたし、お疲れ様。いやまた&系したいのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。イエーイ。はい、ということでじゃあ、はい、ランキングをここで読ませさせていただきたいと思います。私でいいですか。あ、充電がないかもしれないので、うん、お願いします。はい、じゃあ1位から読ませていただきます、はい、1位レッドブル KTM チームチャレンジャー8、うん、アットマーク富山ご中ごえちゅうえちゅうえちゅう極み魂、えちゅう極み魂さん、増えてた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。2位イナジーアット21歳のユーナを飾る準備をしないとさん、はい、ありがとうございます。もうすぐあと1秒ぐらいですか ね、もうちょっと、うん、ありがとう。3位あのねアットマークミッササガミッサが最高さん、ミッサがあ、やばい、ありがとうございます。あ、充電が切れた、落ちた、充電がなくなっちゃった。ちょっとランキング見せてください。あ、見にくい、じゃあ、ですね、3位は絶対無理だよ、6つ、3位まで読んだか。4位の方は、はい、チャンしか見えない。すいませんね、もう12時回ってるのに皆さん、ちょっとね、急ぎで読みさせていただきたいと思います。第5位、すみちゃんアットマークぴょんず春ゆーの狼とプライド菜園待機中さん、いつかできますかね。いつか、あんのけさんよろしくお願いします。6位パンダさん、はい、パンダさん。7位ダイヤくん、ゆうなちゃん大好き、遅くまでお疲れ様さん、ありがとう、大好き。8位ワイマツアットマーク4283、うん、9位茨城のダイムアットマーク、アットマークゆうな MC お疲れ様さん、はい、ありがとうございます。10位、うん、新ケツアットうなとりどんさん、あ、ありがとうございます。11位たけにいさん、ありがとうございます。あ、11位がたけにいさんだ、間違えた、うん、12位がともゆきさん、ともゆきさん、ありがとう。そして13位があぎさんでした。ありがとうございました。はい、ということで、はい、皆さん長時間、はい、1位が変わられましたか。ランキング変わったせいなので、1位が YK アットマーク、うん、うなたん生涯超神推しさん、ありがとうございます。すいません、しかもその1位の方もタワー投げてくださった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、私たちもそしてファンの皆様も、うん、長時間お付き合いいただき本当にありがとうございました、うん、ありがとうございます。君もアンロケターボをメンバーと一緒に見ようじゃないかいを見てくださった2万5000人の皆さん、ぜひアンロケをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、それではお願いします、はい、では最後のまとめに入ります。いきます、切り替えますよ。それでは皆さん本日もありがとうございました。君もアンロケターボをメンバーと一緒に見ようじゃないかい、うん、略して君もアンロケ会、もっと略して会、はい、